はい、ということでゲストを呼んで投稿したいと思います。ご無沙汰してます。どうもご無沙汰してます。自己紹介お願いします。かつて FC 東京で、マッシモ・フィッカデンティ監督の通訳をしていました寺本志郎です。皆さんお久しぶりです。志郎久しぶり。何年から何年東京にいたの？2013年の末からですかね。2016年の3月ぐらいまで一応いたんですけど、 FC 東京というクラブは今離れて何年か経つけど、どんなまず思い出はありますか？僕にとって初めての経験だったんですよね。通訳自体はやってたんですけど、サッカー通訳です。急にこう本物のプロの世界に一気に入り込んだって感じだったんで、最初はとにかく本当に緊張しまくってて、ちょっとぶっちゃけトークとして千代田にロッカールームの中かな、呼び止められて、敬語いいから先輩だろうがもうガンガン呼び捨てでいいんだよ、通訳だしっていうのをちょっと言ってもらって、すごい肩の荷が下りたのを覚えてます。まあすごいありがたいエピソードですね。あれさ、そもそもさ、通訳やる前はサッカーやってたんでしょ？そうですね、イタリアでセミプロで7年ぐらい。あんまりそういうのみんな知らないよね。でもまあまあだからボールは蹴れるってことだよね、全然ね。はい、でもまあ一応セリエ C からスタートして、まあ日本でいう JFL ぐらいですかね。そんな人がなぜ FC 東京に誘われることなの？通訳は少しできるとはいえ、サッカー選手からいきなり FC 東京の通訳になったわけでしょ？そうですよね。で、まあ、最後僕は本当に大怪我をして、一応キャリアも断念して、でその後まあ1年、2年ぐらいはサッカーとは関わってなかったんですけど、でたまたま知り合いの方、まあ、すごい仲のいい方、FC 東京の立石さんの友人の方がいて、その方から、シロお前日本に帰ってくるだったら実はこういう話があるんだけどお前興味あるかって、はい、でちょうどやっぱりサッカー経験者じゃないと、通訳って難しいっていう話になってて、普通の通訳の人がどう考えてもグラウンドに出て、サッカーの戦術的な話とか、なかなかできないですよね、やっぱりね。それは思いますけど、でそういう人材探してたんですよね。さ、逆にさ、一番印象に残ってる選手とか誰なの？みんな本当いいやつで、数え上げればキリがないですけど、本当羽生選手とかものすごい印象に残ってますね。あとは、ね、もちろんナオもすごくよくしてくれましたし、まあ、モリゲも本当に、相談乗ってくれたりとか、もちろんケントとかはすごくフィーリングも合いましたし、マッシュもいろんな選手と揉めてたよね、はい、そういうのとかやっぱ通訳とかで間入ったりとかして大変じゃなかった？マッシュもやっぱりね、時々やっぱり怒るときはめちゃめちゃ怒るんですよ。そのさ、マッシュも怒ってるテンションで自分も通訳するの？どうなんですか？そこすごい工夫が必要だったんですけど、一回こう笛を地面に投げつけて打ち切れた時があって、でその時やっぱりトーン、声のトーンから感覚的にも僕も怒ってるように見せないと説得力がないじゃないですか。多分もちろん主観的な意見ですけど、できる限りは怒って僕も通訳しようっていうようなことは意識しました、ね、言ってないこと言ったりとか、はい、言ったけどここは訳さないとかもやっぱ当然あるんでしょ、テクニックは。僕はどっちかっていうと本人リスペクト系なんです、どっちかっていうと。あ、そうだ、タイプがあると思うんですけど、言った通りちゃんとやるんだ。できる限り本人の意思を尊重して訳するタイプです。それはもうちょっと僕の中でのやっぱプロ意識っていうのがあって、大したもんでもないですけど、でも意味がこう湾曲した状態で伝わるっていうのが一番怖いんですよ。もちろんイタリアにしかない表現とかあるんで、それなんとか日本風の表現に変えないといけないとかはありますけど、基本的にはやっぱり僕はできる限り正確にっていうのが心情でしたね。結構、はい、マッシモとかさ、エドゥと仲悪かったとかさ、何人かの絶対馬が合わなかったとかあるじゃん、はい、やっぱあれ本当に絶対ダメだったもん、はいはい、一方的に嫌いだっていう感じではもちろんないんですよ。監督からすると好き嫌いで話しているというよりは、監督が求めるタスクをこなせるかこなせないかで好き嫌いに見えてしまうっていうか、その監督の反応が、いい点は取るけど守備しろよとかあんまり言い過ぎてるからムカついてるって、そんで守備しねえから使わねえとか、まあそういう、家族の言うことも聞けやっていう感じの話なんだ。細かいところまでできる限りコントロールしたい人なので、試合内容から練習から全部、だから選手たちも戸惑ってましたけどね、最初は全く今までのやり方と違ってたんで。当時逆にさ、これもさ、マッシモとかに俺も直接聞けばよかったんだけどさ、
すげえディフェンシブだったじゃん、東京。完全に、はいはいはい。だけどさ、来る前はさ、チェゼーニにいて、長友いた時とかさ、はい、すげえなんか、スリートップで両サイドも上がってとかさ、すげえアグレッシブな攻撃的なチームだったのに、うんうん、あんな試合が、どうだったのって思ったのに、なんか日本って変わったの？なんだったの？あのですね、彼のね、傾向性が変わったっていうわけではないんですよ。あ、そうね、ここでちょっとやっぱり今もし当時見てて誤解されてる方が いたかもしれないので正確な話をすると、すげえ、まあ、いい番組じゃん。ぶっちゃけトークです、はい、うん、ぶっちゃけトークですけど、うん、やはりね、個人戦術っていう部分が、うん、特に守備の選手レベル、あとはもちろんチームレベルでもそうですけど、うん、イタリアとかはもう小さい時から徹底的に叩き込まれるんですよ。なのでもう守備の基礎っていうものが体に染み付いてる。日本が遅れてるってわけではないですよ、間違いなく。日本は日本ですごい攻撃的で美しいサッカーをするっていう良さもありますけど、ただ守備に関して言うとちょっとそういうところがあったので、うん、マッシモは最初の1年目特にもうほど1年ぐらいかかったと思います。もうそういった基礎の部分を徹底的にこう刷り込む作業に追われてしまったんですよ。なので、そういったもう守備の約束事っていうのはもう本当に徹底してたんで、攻めつつも。当時のサッカーの傾向性かな、やっぱり前線の選手にいい選手揃えて、うん、お前らで点取ってこいみたいな風潮はないとは言い難いですね。ありましたね、確かに。そういった部分もありました。流行ったけどね。1-0 で勝つ美学っていうのはでも面白かったですね。ヒリヒリするけど最後にね、耐え抜くっていう美しさが。どうやってまた点取るかみたいなのでね。でもあの時思ったのは、やってるサッカークソつまんねえとか正直ぶっちゃけ思ってたから。けど勝つっていいなっていうのを覚えたのは、ね、もうやっぱりそれにつきますよね。そうですね、それはもうベンチにいながらも、もう選手たちも多分そうだったと思います。僕たちももうスタッフもそうだったけど、勝ち点をこう積み上げていくことの感じるわけですよ、一個一個。本当にこう積み上げてるな俺たちみたいなのが、それがすごい、多分サポーターの皆さんも少しそれを感じてたと思う。今この笑顔見て思うけど、やっぱいい期間ではあった、その東京に行けずっと通訳やってた時っていうのは。あ、もう最高でしたよ、素晴らしい2年間でしたよ。本当にもうサポーターの皆さんが特に素晴らしかったの、本当に感謝しかないですね。逆に個人的に、あ、東京にいてよかったなと思う出来事とか、なんか分かりやすいの、なんか人間だからこういう経験ができたとか、誰々が超いいやつだったとか、ファンの人がこうだったとか、なんかないの、そういう。あー、ちょっとね、マッシモにムカつかれてたのはありますね。あ、ムカつかれてたの、サポーターの方がもうめちゃくちゃ僕ありがたかったんですけど、通訳の僕に対してちょっとプレゼント持ってきてくださる方とか、記念撮影してくださる方とかいたんですよ。素直に嬉しかったですけど、やっぱり監督からするとお前通訳だろみたいな何目立ってんだみたいな。でもなんかそういうの嬉しいよね、素直にね。いや嬉しいです、いや素直に嬉しいです、本当に。それはもう、やりがいがありましたよね、やっぱりこう、勇気づけられたっていうか。じゃあ逆にさ、今もう東京離れてるわけじゃない、はい、どういう目で今 FC 東京見てるの？いや、優勝争いした時もイタリアにいましたけど、もうイタリア人の友達にみんなにこう、なんだろう、東京のチームあるんだよって、今優勝争いしてるから、イタリア人の友達ですよ、イタリア人の友達に一緒に応援しようぜみたいな感じで、イタリアから応援してましたけどね、優勝争いに。なんかみんなそうですよね、ブラダとかよくカリーニとも連絡取るんですけど、うん、本当東京に対する印象は素晴らしいもの持ってますよね、未だに。まあそんなでさ、今テラちゃんが何やってるかとかさ、次回次のパートでやろうよということで。はい、で最後にしよう、もう本当にこのような機会を与えていただいて、東京のサポーターの皆さんはもう世界一なので、この場を借りて感謝の気持ちを伝えたいと思います。ありがとうございます。ということで、ありがとうございました。はい、チャオチャオ。どうもありがとうございます。はい。